今ちょっとね、ちょっと調べてきたんですけど、今私3位なんですけど、追い越せられないように頑張ります。ちょっと結構ギリギリなので、2期生のお礼がちゃんさ、ちょっと差し入れで持ってきたい。キャンちゃんありがとう。バターケーキも美味しいよね。美味しい食べ物あばっかり。そう、もう本当におすすめ。やちさんありがとう。何するのね、私も知らない。やちさん、たくりんさん、やちさんありがとう。ポテチーさんありがとう。嬉しい、マシュマロありがとう。ゆういちさんありがとう。嬉しい、マシュマロ集めてます。ぜひよかったら、マシュマロで応援してくれると嬉しいです。赤い先生のペンさんありがとう。おすすめって探してた？みきゃくんありがとう。やすのりさんありがとう。本当に美味しい食べ物ばっかだよね。ポテチーさん、たくにさん、じいさんありがとう。嬉しい。ジンさんありがとう。福太郎さんありがとう。ヒロインハートさんありがとう。うれしい。ヤスさん、あいまたんありがとう。キマロ、キマロよ。以上、おいしいご飯でした。漢字で書いてましたか？やばい、そうそう、緊急室に来る、確かに行きたいですね。リア充。本当に美味しい食べ物ばっかでね、本当に幸せですね。私が食べに行きたいとこ、トップ3。トップ3。食べに行きたいとこ、トップ3今から言うね。トップ3ね、今から食べに行きたいとこ、トップ3は、第3位、第3位はですね、ちょっと待ってね、考えるね。第3位、お寿司。第2位、第2位、しゃぶ葉。第1位、タカ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 ン。イタリアン、イタリアンですね、やっぱり第1位は。いや、お肉も食べたい、わかる、お肉も食べたい、イタリアンかな、やっぱり。あー、でもパン食べたい。シナエル、ポテチーさん、ヤハさん、エムタツさんありがとう。ポテチーさんありがとう。エムタツさんありがとう。ジンさんありがとう。キャンちゃんありがとう。肉、ホーマーさん、イクスメイさん、CM の後で。パスタ食べたい。イコさん、しゃぶ葉楽しい。中華の気分。イコさん、ありがとう。ローストビーフお寿司あったんですけど、前。なんだっけ？どこで見たんだっけ？
なんだっけ、美味しそうなお店があってあそこに行きたい。いこさん、ゆうえくすさん、ありがとう。ピンポイントありがとう。釜焼きプリザ予約して、気になる。タン料理レトロック、イタリアンはやっぱりチーズが好きつまりピザですね。いやでもやっぱりね、お寿司かな。やっぱりごめんね、1位に変えますなんかなんか一皿じゃない、一貫一貫目の前で握ってくれて出すやつを食べに行きたい。クレギも得意ですか。なんか目の前で握ってくれて目の前で食べるっていうそれを食べに行きたいですね。チーカーコボね、行きたい。なんかね、最近本当に美味しいお魚のネタはやっぱり美味しいんですよ、ね、なんで、なんか待って、ちょっと待って、語彙力が変でした。やっぱりね、なんか前ね、ちょっといい お寿司をおばあちゃんが買ってきてくれて、そう、今まではハマチとかタイとかそんなにお寿司屋さんで食べる人じゃなかったんですけど、そのおばあちゃんが買ってきてくれたちょっと良いお寿司をね食べたんですよ前。やっぱり良いお寿司は美味しいですハマチもタイも好きになりました。もうびっくりした、こんなにタイハマチ美味しかったのみたいな。本当に、うん、お寿司に目覚めた。もう前から目覚めたんですけど、さらにゆいさんありがとう。ウニとアマエビいいね、ちゃんと、そうちゃんと美味しい、本当にそれです。もくんありがとう。ポテチさんありがとう。好きな寿司ね、ピット3、やっぱりね第3位は、最近だと第3位、あ待ってめっちゃ迷っちゃう。好きなのからいくね、ちょっと一回好きなの出すね。やっぱりねハマチ、タイ、マグロ、でもマグロは中トロじゃないとあれですね。中トロ、サーモンもオニオンサーモンですねかな、いや4個ハマってます最近。めっちゃ好き、推しお寿司推しお寿司です。 S おもらつさんありがとう。大人の階段登るですよ。グラバーさんありがとう。縁側食べたことないかもあんまり。グラバーさん、ゆいさんありがとう。嬉しい。ポテチさんありがとう。タカリンさんありがとう。エスモロさんありがとう。ウニね食べたことないかも、多分食わず嫌いだと思います。推しお寿司、ポテチさん、やっぱさんありがとう。推し寿司本当に美味しい、もう最近もう目覚めた。であとね、カマトロ、なんだろうカマトロ、エソもらってさありがとう。美味しいと思ったら半分こうやってだけだった、やばい。ちゃんとしたの食べないと、いやそうなんだ、ウニは食べたことがないからわかんない、食わず嫌いですウニね、最初にいいものを食べてください。ウニ、ウニウニ、メイポンウニ好きだよね。グミ、ウニ、肉、グミ好きだよね。しりとりになってるから覚えやすい。ウニありがとう。イワシとかアジは、あーでも焼いたらいきます。なんて言うんだろう、
フライにしたら胸肉組気合いにする。あ、そうなんだ。そうだよね、やっぱ。いや、みーぽんとお寿司を食べに行きたい、最近の願望。いわしとか、なんか私は天ぷら、昔からさゆりの天ぷらが好きで、そう、おばあちゃん家で食べる、おばあちゃんが作るさゆりの天ぷらがめっちゃ好きなんですよ。でも最近食べてない、お魚の天ぷら。ハートありがとう。アジフライ、あ、アジフライも最近食べてないかも。コロッケも一時めっちゃ食べてた。牡蠣の寿司ネタもありますよ。プリンに醤油かける、そうなの？絶対やだよプリン私めっちゃ好きなんよ。プリンね、好きなんですよ私。プリン美味しい。アーモンド魚、気になる。新鮮いいね、新鮮。漢字で書いてる、さより、さより好きなんですよ。さよりすち、やっぱアジフライ、白身魚好きかも私。白身魚が好き。天ぷら、エビがまんじゅう。おお、天ぷらで好きな具材やっぱりね、あけもみじですねおっぱら、ししゃもか、おお、ホッケいいね。お醤油つけると美味しいよね。天ぷら、私は最近青じそとか、青じそ、青、なんだっけ、女の子、ありがとう。さゆつて、さゆりはすいませんね。お芋も好きです。昔からさつまいもの天ぷらが好き。そう、しそ天かな。それ、きれい。プリンが醤油味だったけど、その天ぷら好き。さつまいもも好き。や、野菜のかき揚げ好き。ゆきさん、おいし、ありがとう。しそ天おいしいよね。好きなんですよ。あ、やっぱり舞茸かも。舞茸の天ぷらが好きかも、一番。舞茸の天ぷらめっちゃ好きです。ジューシー、舞茸美味しい。舞茸しか勝たん。あいつまい食べた。上、なんでやろ、何魚、なんかすごいおしゃれ。昨日の天ぷらわ、分かったんやな。こんばんちゅー、やっほー。丸亀製麺のかしわ天、かしわ天あんま食べたことないかも。玉ねぎね、美味しいよね。玉ねぎの天ぷら、玉ねぎ好きだよ。ポテチーさん、ありがとう。洗い盛り、あ、そうなの、え、もう終わっちゃった。名前のコアラのマーチ、舞茸の天ぷら好き、好き。リアも好き。何でも美味しくなるね、わかる。なんか罪ですね。あげると何でも美味しくなるね。わかる。納豆の天ぷら美味しいけど、どうやって作るか。納豆の天ぷら初めて聞いたよ。ね、唐揚げとかに、だいたい結論。確かに。な、結論そうだよね。本当に何でも美味しい気がする。あの、最近でもフルグラにもハマってます。きな粉にもハマってます最近きな粉、ヨーグルトに、朝食べる、よく食べ、毎日食べるんですけど、ヨーグル、無糖のヨーグルトをお皿に入れて、その上にきな粉乗せて、その上に蜂蜜乗せます。それがすごく最近ハマってます。天ぷらす、うわ最高。キャンプいいですね。ゼロカロリー、カロリーゼロ。ガトルさん、ありがとう。マカロンあげても、マカロンあんま食べたことない、あんまり好きじゃない。ガトルさん、ありがとう。そう、めっちゃきな粉がハマってます。いろいろ出てきて、ハローかねる。確かに、もうきな粉は何でも合う気がする駄菓子のきな粉、好き。きな粉も、蜂蜜はヘルシーすぎる。
確かに蜂蜜は脂質ゼロなんですよ。きな粉も多分脂質制限してる時は蜂蜜とかきな粉とかよく食べます。あとねお野菜メインだけど何食べる？脂質制限してる時はなんだ、きな粉はさすがにね市販ですね。なんでやないでね、本当に美味しいよね。いっこたんありがとう、おまちまろ。美味しいよね、びっくりびっくり。はちみつも好き、お芋も好きですね。焼き芋、焼き芋はもう昔から好きか。いやもう最近あまりパンを食べてないけどデニッシュパンとか好きです。めっちゃパンの種類の中だったらやっぱりデニッシュパンが好きかも。欲しいまま食べないかもね。マヤさんが神様言ってました、めっちゃ好きなのデニッシュパン。あおさんありがとう。バターを塗って焼くとデニッシュパンに染みたバターがとても美味しい。あでも最近あのフレンチトーストも食べてないので食べたいかも。蜂蜜入れるとコロネ、そうなんだ、へえ初めて聞きました。スーさんありがとう、マシュマロリアピョンタイ。デニッシュカロリー気をつけ、本当にやばいですよね。なので本当にもうここ何ヶ月ぐらい食べてない気がする。本当に食パンはたまにあったかなと思うんですけどデニッシュ食べてない気がする。本当にきなこプリンにハマってる。なんだろう、うちのマンゴートーストしたパンが好きでした。トーストしたパン、本当スーさんコメント見ました、ありがとう。ぜひ皆さんスレッズぜひ見てないよって方はぜひねスレッツ見てください。ポテチーさん、スーさんありがとう。きなこといえばわらび餅、きなこのわらび餅好き。マコロン作りすごい、私はしようとも思いませんねマコロンなんて。ポテチーさんありがとう。言ってるクマの名前なんだっけ、なんだっけ、クマさん、んプーさん。ユナイテッドさんありがとう。スレッズアカウント作ろうかな。スレッズぜひ皆さん見てくださると嬉しいです。コメントとかいいねとかお待ちしてます。いつもコメントありがとうございます、見てますよ。ユナイテッドさんありがとう。きなこも大豆にしね、きなこ最近大豆よく食べる。納豆も好きですし、お豆腐も今日食べました。みきやくんありがとう。失敗しちゃった。でもあずみさんそれ立ち直れるのすごいです。マカロン何回もすごい、めっちゃ怖かった。嬉しい、イソフラボンがいいらしいね。イソフラボン、スーさんありがとう。明日はそうあずみさんも一緒で嬉しい、なんか初めてあずみさんと先輩方と公演嬉しい。なんかちょっと緊張しちゃうかも。大豆に入ってるイソフラね、いいよね。おすすめな大豆、よく大豆の種類はよくわかんないんですけど、おすすめな大豆はやっぱ納豆ですね。コメントしてアカウント名が違うから気づかれてないかも。納豆好き、納豆と納豆と、お腹いっぱいだけど納豆食べるかな、ね、納豆は夜食べるといいと思います。
大豆は納豆から枝豆かける。ああ枝豆ね。月見席会場楽しみだね。なんか納豆って言ったらなんか修学旅行思い出した。なんか修学旅行で食べた納豆が本当に美味しくて、なんだろう、どうしたらいい。でもタレにもいるかも。納豆のスレッツ見てきた、ありがとう。本当に修学旅行で食べた納豆が美味しい。本当に好きな。ただで可愛いよって滑った。何回ぐらい、え何回ぐらいだろう。でも50回とか。ごめんなさい、ありがとう。あれ楽しみ。納得して、納得、納得して。お気に入り嬉しい。こんばんは。写真はお母さんに撮ってもらいました。寝てる間に。そうなんですよね、納豆ねめっちゃいいよね。だから結構夜食べること多い。納豆ともずく、そうなんだ、初めて知った。味付けで決まる。うん、わかる。結構納豆いろんな種類あるけどいろんな味があるよね。タレ、いとくさまおさん、心の困りがたそうなしさん、ありがとう。美味しいよね。安住様納豆ね、美味しいですよね。野生の狐、え、すごい、襲われてない。ポテチーさん、ありがとう。カチタン、ありがとう。マシュマロ納豆にふりかけ気になる、美味しそう。カチタン、アダチさん、カチタン、ありがとう。嬉しい、マシュマロ。ガクさん、ありがとう。アメちゃん、ありがとう。な、部屋に入るの嫌。こんばんは。いっこさん、ありがとう。砂糖入れて食べる人が、え、砂糖？初耳ですね。昨日誕生日、カツタンおめでとう。カツタンおめでとう。あ、そう、見た気がする。カツタンのツイッター。似合わないだ。そうなんだ。人間は納豆の栄養だけ。納豆神だね。そう、めっちゃ髪気になるんですよ。めっちゃ。なんか前髪が気になるかも。ありがとう、こちらこそ。カツタンおめでとう。とても前髪が汚いんですよ今日は。引き割りリアチの好みは小粒ですね。納豆エンジェル、なんか美味しそう。明日の買い方まだ決まってないんよ。おろしにしようかな。何がいいかな。何がいいと思う。あまり被る髪型は嫌だかな。えはんちゃん嬉しい。 X 見てるよ。髪型どうしようかな。でもハーフアップあんましたことないかも。公園でツインテール、ハーフ、確かにポニーテもねいいですよね。結構踊るときかけて食べたことある。なんだろう、お餅に、あ、なんか聞いたことあるような、ないような。ちょっとみんなの髪型見て被らない髪型にしようと思います明日は。
スーさんありがとう。レッツ髪切る嬉しいよ。カツタンありがとう。カツタンありがとう。楽しみにしとく。楽しみ。こんばんは、あずちさん。納豆、お好み焼きに納豆？お好み焼きに納豆ね、気になる。お好み焼き最近食べてないかも。最近は鍋ばっかかも。鍋、納豆が多いかも。豆腐とかね。あだちさんありがとう。マシュマロ嬉しい。コンサートぜひぜひ。5列目7番見つけます。あだちさんありがとう。嬉しい。マシュマロたくちゃん嬉しいですよ。マシュマロン、あだちさんありがとう。マシュマロン嬉しい。ちょっと予告ないとします。すいません、ちょっと予告ないと。ツイッターちょっとしないとやばいかも、時間的に。予告ないと